どうもメンディーです。今回のムーブオンは、アジサイの季節6月ということで、なんとなくとてもアジサイが恋しくなって高畑不動まで来てしまいました。高畑不動尊の名物アジサイ祭り、皆さんにお届けしたいと思います。これお茶これさ、あ、自分で入れるってことね。そう、自分で入れる。あ、それもう取ってる。こういうなんか、地味だよね。湯気が立ってるよ。いいね、ここね、峠の茶屋といいますか、高畑不動尊の目の前にある、茶屋さんで、ちょっと実は朝早いんですね。今日4時起きでした。で、まだ9時です。じゃああまり濃くない方がね、朝だから。で、高畑まんじゅうで、つぶあんこしあんですね、名物ということで、私こしあん派だから、こしあんからいただきたいと思います。朝一からまんじゅう、高血糖な感じがしますが、あー、このぎゅうぎゅうな感じがすごいね。すごいでしょ、ぎゅうぎゅうでしょ。じゃあいただきます。うん、あー、うまい、うん、あ、お茶おいしい。6月入っているんですけどね、今日たまたま晴れの日に当たってしまって、なんか当たってしまってっていうのなんだけど、ちょっと梅雨にしてはスカッとした映像になるかもしれないけれども、皆さんお楽しみ。あ、こっちも粒あんもこんなに入ってる。いただきます。うんうんうん、このまま寝たい。美味しい。ちなみに、私が見ている景色はこんな感じです。ぐるっ、高畑不動尊が見えます。この山がね、たくさんのアジサイが咲いているんです。いやー、ちょっと楽しみ。すごく久しぶりです。小さい頃よく来てたんです、親に連れられて。大人になって自分の意思で来るとまた全然見え方が違うから面白いね。まあムーブオンの場合はいつもそうなんだけど、今回特にって感じ。ごちそうさまでした。どうも。さてと、高畑不動尊、すっごい今更なんだけど、国宝でしたね。それ何も価値って分かんないんだよね、ちっちゃい頃は。こんなにちっちゃかったっけって感じ。やっぱ人の体ってでっかくなってんだね。
いやー久しぶり。このねハイキングコースになってるところがたくさんアジサイがあるの。全然アジサイって感じの天気じゃ今日ないんだけども、でも行っちゃいたいと思います。行きましょう。あ、そっか。懐かしい。やっちゃおうかな。付け方中央に置いてありますので、はいはい。じゃあこれか。これね、きっと。メンディさん、フリーズしてました今。なかなかね、慣れてないっていうか、てかね、ちっちゃい頃は多分ね、親にやってもらってたんだ。こう届かないでしょ。そうだね。てか、だからね、今初めてした中こうなってたんですね。あ、今日発見ばかりだ。あ、来た甲斐がある。もうこれだけでも今日のもう 60% ぐらいこう果たした感じがします。こう、いいなぁ。懐かしいですね。あ、ここが入り口かな。行きますか。早速中に入ると涼しくなりますね、きっと。あ、ちゃんと地図がある。あ、面白い。あ、面白い。行きましょう。あ、ほらもう。アジサイ、アジサイってその土のアルカリ性とかそういうので花の色が変わってくるんだよね。行きましょう。すごい、コンペイト。すごい、なんか名前が書いてある。わあ、きれい。すごい、ピアノ線みたい、蜘蛛の巣が。いやー涼しめるねこれは。まあ、見てくださいよ、この向こうに。もう一面のアジサイと石灯と、で、モミジ。風情ありますね。いやあ、アメンボだ。すごい。なかなかもう都心じゃ見なくなったもんね。
え、どこオタマジャクシ？あ、ほんとだ、生きてる、うん、あ、ほんとだ、足とかもう生えてきてるやつもいるね。あ、ザリガニもいる、ほら、すごいね。あ、すごい、あの大きいのは主かな、この池の赤いザリガニ見える？すごいね、多分田舎に行けばなんてこともない景色なんだろうけどね。あ、綺麗。どうもこんにちは。こっちですか？あの入り口というか。88箇所、はい、そこからね。あ、ありがとうございます。大体1時間かかります。1時間、はい、分かりました。行ってまいります。本当にありがとうございます。そうですよね、ありがとうございます。というわけで、住職さんに勧められた通り88箇所の巡拝のちょっと小さな旅、エクスカーションへ行ってみたいと思います。入り口、1時間かかるって言ってたもんね。いいとこだけ編集して皆様にお届け。テンションが全然変わってるかもしれない。あ、まず一番、すごい、すごい、あー、あー、私今29歳なので、ああ、ありがとうございます。うわあ、すっごい。日野市が一望できます。綺麗。わあ。富士山も今日見える。うわあ。宙に浮いてるみたい。ああ、気持ちよかった。なんだかちょっと寄り道、わあ、こういうなんかスポット的な、うわー、おー、わほー、昔はあそこもまあベンチというかなんていうかそうだったのかな。わあ、なんか遺跡みたい。
わ、すごい、上見て。いやー、いやー、発見があるもんですね。どっか遠い国の遺跡に来たかのようだった。ああ、またさっきと全然景観が違う。うわー、今日一番最初にいたまんじゅう屋さんがあんな小さく見える。すっごいね。そんな高いところにいるんだね。朝だってあそこから見上げてたんだもんね、こっちを。今私たちがいる方をね。わあ、すごい立派な木だ。すごい、これはすごい根がしっかりしてんだろうね。ねえ、この角度でこれ倒れない。こっち行っても大丈夫かな。すいません。わ、すごい。私高所恐怖症じゃないから平気。こういうのは大丈夫だから。本当、うん、すごいね。これやっぱりなんか指定されてる木なのかな。すごい。すごいよね。戦争中は松ヤニでゼロ戦飛ばしてたんだからね。そうなんだ。ガソリンが買えないから。すごいね。でも見てこの景色、すごいね。いや、発見はあるもんだ、やっぱりね。ディスカバリー、ディスカバリー。すいませんでした。83番景色か。すごいね、一周したんだね。うん、そんな大変じゃなかったね。最初だけ、最初の20代の時がやっぱ20代大変だったんだね、私は。うん、20代ね、あと1年頑張るよ。今年で最後だ。そう、88。後ろ気にしてねえから決して起こされちゃう。いや、来ました。88巡り終えました。あー、なんかすっごいすがすがしいっていうか気持ちがいい。高畑不動尊、アジサイとそしてお地蔵さん、88、巡りましたけど、なんか巡っていて88っていうのがなんかこう年齢でいうとこの人生の数となんかダブって、まあそこまで生きられるかどうかもわからないけど、なんか例えばすごく29体目の時にすごい今の自分とこう重ねてみたりとか、両親の年齢と同じ、数字のお地蔵様の時にちょっと親を意識してみたりとか、でまたそのお地蔵様から見えた景色っていうのも、なんか今までのその自分、今の自分、そしてこれからの自分がこう先々こう人生
これから生きていくにおいて、見てきた景色で見えてくる景色、そして今見てる景色と、なんかもしかしたら重なってるのかななんてすごくちょっと思いながら、見てみました。こういうなんて言うんだろう、堪能の仕方っていうのもやっぱり29歳になったからできることなのかなってとても感じてます。前来てたのはまだ10歳にもなる前の話だから、全然感じ方が違いました。すごく来てよかったなって思ってます。この番組を通して皆さんにお伝えする景観と、やっぱりご自身の感性で見て感じ取るものっていうのは全く違うと思うので、皆さんもぜひ足を運んでいただいて、その88体あるわけですけども、その自分の今までとこれからと、そして今と重ねて見てみると、すごくちょっとこれからの生きていく上で糧になるような気がします。さあ、今日は晴れて、最初はね梅雨だからちょっと曇りとか雨がいいかなと思ってたけど、晴れてよかったなと今日の旅を終えてみてすごく晴れ晴れとしてます。体調の崩しやすい季節になりますが、皆様素敵な梅雨となりますよ。メンディーでした。それだけは誰にも殺せない、生きてゆきましょう。誰にも